ご覧いただいているのは津波が発生して津波に襲われている仙台空港の様子です。ご覧いただいているように各地で本当に津波がその、猛威が牙を剥くといいますか、石巻市では住宅10棟が流出したという情報が入ってきております。石巻市で住宅10棟が流出ということです。